おお、お金お金。これハマーが引っかかりそうなよ本当に。まあどうなってもいいからとりあえず引っ張ってこう。これ間違ったとこ入ってきてたな多分。まあいいや、とりあえず一回ここら辺でレーダーかけときますか。俺の行きたい方向にさないもんね、行けそうなところが。はい、アップグレード地点は発見されましたね。まあとりあえずどっちどうにかしてあっち方面行こう。つうかもうハマーが引っかかってるな、動けなくなったんだけど全く。はいはい、とりあえず一回切り離しましょう。こっからそれでハマーをもう一回引っ張り上げると。はい、とりあえず山の上まで来ました。これでハマーどこだ。あ、もうカモフラージュされててよくわかんねえんだけど、多分ねこれ。こいこいこい、ハマーこいこい。はい、来た。あっちの方に降りてくると考えないとね。もう素直にこっちから行けってことか。最初からこっち行っときゃよかったね。なんだこんな綺麗な道あんだからさ、いいんだよなこれ、道だよな。だいぶぬちゃぬちゃなんだけど、あ、ふざけんなよ。なんだよこれ。おっかねえ。簡単そうに見えて意外とめんどいぞこの道。なんであんなに傾いたんだ。はい、下まで降りてきたけど、ここれる氷と思いきや渡れない氷もあるのかい。まあとりあえず反対側渡っときましょう。あー、お金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 。こっちからこっちですね。これ道あるの、ここ道ないようにしか見えないんだけど、一応道あることになってるよね。嘘だよ、このガレ場がそうなの。ここか、若干道っぽいっちゃ道っぽいのかもしんないけど、雪もそこまで深くないし、引っかかった車が違うか、シフトチェンジしただけだな車が。なんだ、トーチカじゃねえかよ。こんなとこにトーチカがあるんですね。誰と戦ってたんでしょうね。こっちの山方面にアップグレードがあると。まあ、とりあえず山方面行ってみますか。しかしほんと広いなこのマップ。どんだけ広いんだよこのコラ半島。次のエリアもやっぱ同じぐらい広いのかな。これエリア移動するのも大変だよね。
だいぶ距離あったもんね、あそこのトンネルまで。なんかすげえ自信のないような道が出てきたんだけど、大丈夫だよねこれ。まあなんとかなると思って行くしかないよね。すげえ狭いんだけど。いやこれトラック無理だな。スカウトの出番ですね、間違いなく。もうもしかして戻れなくなった。あ、もう罪ですねこれは。はい、罪です。やっぱ無茶するもんじゃないですね。よし、こっからはハマーの出番つったって、もうろくにハマーもなあれなんだよな。もう燃料ないでしょ、そんなに。40リッターだって。まあ行けるところまで行ってみましょうか。ほら、しかもこれ調査ユニット引っ張っていけるようなところじゃないでしょう。ここでトレーラー取り付け。これでなんとか引っ張れねえか。行きました行きました。とりあえず行けるところまで行きましょう。できればね、山下れればね大丈夫だとは思うんですよね。救出にも行きやすいっていうか。で一応ね、燃料はねこの荷台に40リッターだけ積んであるんでね。これは一応岩の上を行った方がいいパティーンだね。でここら辺でしょ、アップグレード。もうちょっと先ですね。せめてアップグレードは取りたい。だんだんと暗くなってきましたね。もうこれあと何時間かかるんだろう。ここの先でねアップグレードですね。こういう時はもう切り離すしかないんですよね。切り離してウインチで引っ張るしかない。はい、とりあえずねここでトレーラーを切り離して取りに行きましょうか、アップグレード。凍ってんですねここ。はい、アップグレード、切り替え式 AWD GMC MH950。 はい、とりあえずね、ある意味俺が欲しかったトラックのパーツでしたね。これ一番最初にね手に入れたトラックなんですけど、こちらがね、こちらの AWD が欲しくて欲しくてしょうがなかったんだけど、とりあえず手に入れました。なのでこれがね使えるようになるってことですよ。これは意外と嬉しいですよ。地味だけど、だってデフロックもついてるし AWD もついてんだから、それなりに使い道があると思うんですよね、この初期トラックにも。はい、ってことでね、コラ半島に来た目的の一つが達成されました。これの AWD が欲しかったのにね、もういきなり手に入っちゃいましたよ。はい、じゃあ帰りましょう帰りましょう。次帰りましょうっていうか次行きましょう。とりあえずここで一回レーダー作動させとくっつったって、もうレーダーの無駄打ちできねえかんな今のところはね。雪深いとダメなんですよね。そこまで深くないといけるんだけどさ、ちょっとでも深くなると進行速度がね極端に遅くなるんですよ、スカウト。
こっちを右に降りていく感じですよね。一回やっぱここでレーダー撃っとくか。あれ燃料切れかよ。あーそうだ、もう送り返す前に燃料満タンにしときゃよかったんだな。ここでレーダー撃ってもう帰りましょう。はい、とりあえずねここまではできた。だけど一回帰還です。でトレーラーは削除しましょうか。ああお金回収できなかった。はい、とりあえずね今回はねここまでにしときたいと思います。次回はまあ続きからって言いたいところだけど、ちょっとコラ半島舐めてましたね。なのでとりあえずタイミルをやって、あのロシア製のトラックのねアップグレードを手に入れてからコラ半島に挑みたいと思います。なので次回はね全然終わってないけどコラ半島じゃなくてタイミルに行きたいと思います。それでは今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。